で、それでは3番目ということで、ベルベックさんの山井の通り、ベルベックさん、今回からベースが富田に変わりまして、
やばい、そういう感じですが、ちょっとベーシックなタイプで今日は行きたいと思います。次は、遠藤文春に行きます。
たんですよ。静かな曲が1曲もねえよ。次は、スキャッターブレインという曲です。ピルピル聴くやつですね。であのバージョンがいいんだよね。いつもでも出ちゃうんですよ、あのイントロね。おい、作ろうって言っといて、自分で言っといて忘れてるんですよね。One, two, three, four.
タニシさんとここまでの曲しかやってないんだけど、じゃあピッチでいいですか。あのね、あのコード E でいいので、ブルースコードですから簡単ですから。